いいの、いいの、マギ。ヨーグルト入れてみるからね。飲むかな。待て、待てよ。よし、よし、飲め。マギ、マギ、マギ。よしよし、よし。ね。飲んどるやないの。マギは当然飲んどるけど。ねえ、グーちゃんも飲んどるね。えらいよ。マギ、人の飲まないの。マギ、あるでしょ。ってことでね、今グレマギが首につけているこちらのクールリングなんですけども、前回ね、動画でもしたんですけど、これね、かなり良かったんですよ。今日ね、涼しいから寒いかもしれないね、グッちゃんごめんよ、グッちゃん。はい、でね、このクールリング、このスオンのクールリングを買って使ってみて、よかったらね、次試してみたいものがあってですね、それを買ったんで、今日はそちらを紹介してみたいと思います。でーん、これだけ見たらね、ちょっとクールリング感あるんだけどね、ちょっと開けてみれば。よいしょ。いやいやいや、はい、こちら、じゃじゃーん、スオアイスクールマットってことでね、こちらクールリングと同じブランドなんですけど、こちらのこの枠にですね、クールリングと同じ冷たい何かが入っているんですけども、それのマットバージョンですね。これね、どういう風に使うかって言いますと、こちら、じゃじゃん。やっぱりね、ドッグカートを使う時って、まあ、外でね、暑い時が多いので、アイスクールマットがあるとね、いいかなと思って買ったんですけど、思ったより小さいんですよね。こちらのドッグコットにね、一応入れて使う予定だったんですけど、こちらね、ラージサイズなんですけどね、はい、1枚じゃちょっとちっちゃいよね。中がちょっと涼しくなるのかなと思ってですね、買ったんですけど、どうでしょうか。本当はね、暑い日に外に行ってなんかこう使ってみましたみたいな動画撮りたかったんですけど、ずっと雨なんですよね、これね。ずっと雨すぎて、いつ撮れるか分かんなかったんで、今日動画撮ってるんですけど、これだけじゃ動画にならんぞ、これ尺がないぞ。ちょっと硬いね、これね、グッちゃん。あ、チャンス、チャンス、チャンス。はい、グッちゃん、これ寝てごらん、寝てごらん、これ寝てごらん、寝れる。あ、これはね、うちの犬にちょっと今んとこ人気ないですね。外で使えば話は別なのかもしれないですけど、家の中ではね、あんまり人気がないですね、こちら。で、あと硬いんですよ、これ。ちょっと硬いんで、ひんやりしてるとはいえ、ちょっと硬いのでね、いたぐればここに座ってくれない可能性がひょっとしたらありますね。ちょっとひんやりしたフローリングとかでね、お座りするのが結構苦手なんですよ、特にグレンは。なので、ひょっとしたら、これをね、カートに入れると、座ってくれないっていう可能性がなくもない。あと、このサイズで値段的にもちょっとお高いので、これもう一個買うかどうか検討します。まあ、ただね、ちょっと暑い日に一回ちゃんと外で使ってみてね、また動画にしますね。ぐーちゃん、ちょっと尺が足んないからなんか面白いことして。ぐーちゃん、できる？なんか面白いことできる？ぐーちゃん、スヌータ、スヌータ、スヌータ、ぐーちゃんスヌータ、キュッマギ言っちゃった。ぐーちゃんスヌータ、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 かわいいね、かわいい、スヌータ、マちゃん、マちゃん、スヌータ、マちゃん、スヌータ、スヌータ、入ってきた、入ってきた、見て、スヌータ、スヌータ。